機動戦士ガンダムシードデスティニーおまけクォーターズボリューム1イザークの憂鬱。だから分かってますよ。です。あ、はい。はい。でも仕方ないでしょう。今は本当に忙しいんです。アークエンジェルも入港して、競技もいよいよ本番なんですから。母上にだってそれくらいのことはお分かりでしょう。はい。確かにそうは言いましたよ。でも俺は約束はできないともちゃんと言ったはずです。戦争が終わり、参謀本部勤務に転属になった途端、再び母の攻勢が熾烈さを帯びてきた。だから陸上勤務は嫌なのだ。まあこんな仕事をしていれば確かに機会は少ないし、万が一にも再び戦争なんてことになったら、また生きて帰れるかどうかわからないといった状況になる。ゆえに母の気持ちもわからなくはないのだが。ええ、はい。だから大丈夫ですってば。俺にだってジュール家の一人息子だという自覚も覚悟もあります。もう子供でもないですし、母上の老後のこともちゃんと考えますから。とにかく時間は何とかしますから、軍本部に俺の仕事を見直すようねじ込むのだけはやめてください。はい、申し訳ありません。アスランザラの婚約者にラックスクラインが決まったと聞いた15の時から始まって早5年。向こうはとっくに破談になったのだから、対抗意識ならばもういいと思うのだが、もはや季節の恒例行事、公共事業、ライフワークか。俺には人事の経験はないが、なぜこうまで決まらないのかと考えると、何かが根本的に間違えているような気もしてくる。俺の妻、ジュール家の嫁、俺の妻かつジュール家の嫁、この集合の輪に入る女性はそんなにもいないのだろうか。おっと失礼。いえ、こちらこそすみません。って、あ、ん、キラ、ヤマト、イザークさん、イザークジュール少佐だ。まあ覚えていてくれなくても全然構わないかな。ごめんなさい、ここ数日でいろいろな人に会ったんでごちゃごちゃになっちゃって。ふん、まあいい。俺も人の名前を覚えるのは得意な方ではないしな。だがこんなところで何をしている。一人か、ラクス城は。会議はもう終わったんだろう。ああ、実は僕迷っちゃってて。え、会議の後、ラクスはまた他に呼ばれて、僕は誰かが送ってくれるってことになってたんですけど、いくら待っても誰も来なくて。で、誰か探そうと思って部屋を出たら、なんだか誰もいなくて。会議室フロアだからな。で、部屋へ戻ろうと思っても、もはやそれがどこかもわからないということか。正解です。はぁ、何をやってるんだ。ここは軍本部のビルだから、僕みたいのがあんまりうろうろしてちゃまずいんでしょ。当たり前だ、フリーダムのパイロットが。ここはお前に何度も煮え湯を飲まされた連中の総本山だぞ。うっかり後ろからさっくり刺されたらどうする。生身の戦闘はからっきしなんだろう。また地球側と険悪になれというのか。いや、だからそんな大声で言わないでくださいよ。モバイルは、もしくは他の通信手段は。持ってません。誰が送りに来ることになっていた。わからないです。じゃあどこへ送ることになっていたんだ。うちでしょうね、多分。そのうちとはどこだ。ああ、ラクスのうちなんですけど、どこなんでしょう。はぁ、幼児かお前は。だってしょうがないですよ。プラント来てまだ3日で、その間ずっとラクスと一緒で、全部送り迎えで、朝出てあっちこっち連れて行かれて、帰る頃にはいつももう暗いんですから。しょうがない、ほら来い。え、こんなところでいつまでもうろうろしているわけにはいかないだろう。
俺ももう出るところだから、ラックス城の皇帝までなら送ってやる。あとは自分で何とかしろ。いや、いいですよ。そんな悪いです。なぜ後ずさる？誰か送ってくれる人を探してもらえれば、確かに助かりますけど。それが面倒だから、俺が送ると言ってるんだ。お前の安全を保証できる信用に足る人間をここで今から探すのがな。それとも何か俺が信用できないとでも言うのか。いえ、そういうわけではありませんけど。アスランだな。奴に何を吹き込まれた。俺が傷のことをずーっと根に持ってたってことか。そんなの遥か昔のことだぞ。そんなことはありません。あ、いえ、それも確かにありましたけど。何？おい、奴は他に何を言った。いえ、こら、キラヤマト。あ、いや、だって、あのラクスのファンクラブの会員番号1番だっていう噂は本当なんですか？あ、なんだそれは。だから俺はすごく目の敵にされてたのかもって。アスランが婚約者の時。なんだと。だから今度はお前が気をつけろって。ああ、すみません。ふざけるな。この待て。キラヤマトめ、まったく人の行為を無にしやがって。いつまでもラクスクラインの元へ帰れず迷い続ければいい。そういえばあいつ、俺がラクスクラインのファンクラブ会員番号1番だとかくだらないことを言っていたな。確かにラクスクラインは素晴らしい女性だとは思う。だが俺はファンクラブになどは入っていない。アイドルとしては俺はもうちょっとこうぽっちゃりとした、歌はそんなに自信がないけれど笑顔でとっても人を楽しませるという、そういうタイプ。そうじゃなくて。しかしアスランめ、昔からどうにも虫のつかないやつだが、卑怯なやつではないと思っていた。だが陰ではそんなことを言っていたとは。イザクジュール、帰宅。メイド？あ、いや、ホログラムか？お食事になさいますか？お食事になさいますか？お食事になさいますか？え？なんなんだこれは？お風呂を先に？お風呂を先に？お風呂を先に？母上！なんなんですかこれは！母上！好みのようね。ほら、赤のメイド服を着たちょっと活発そうな女の子。目が言っていた時間が一番長いわ。は？私もね、そうじゃないかと思っていたのよ。だから、これは何なんです？あなたのお相手候補のお嬢様方です。なこったろうとは思いましたけどね。だって
って仕方ないじゃないの。いくらサロンを開いても肝心のあなたは仕事だ仕事だと言ってすっぽかしてばっかりだし、じゃあ映像をと言っても一向に見ようともしないし、だから私考えたのよ。ちょっとでもあなたの目に入る方法はないかしらって。でもどう、いい考えでしょ。いろいろな可愛らしいお嬢さん方が次々変わってあなたをお出迎え。まあ今のところ一度にお三方ずつが限界だけど、それでいいなと思ったお方と今度は実際にお会いしてみればいいわ。なんでメイドの姿なんです？だってイブニングじゃなんか変だったんですもの。ドレスの見本市みたいになっちゃって。同じお洋服姿の方がお一人お一人もよくわかるでしょ。声は全部母上でしたけど。あら、バレた。そうなのよ、映像はいただいたものからなんとかうまく作れたのだけど、お声はねもううまくいかなくて、費用もかかるし、でまあ仮ということで私が。でもやっているうちになんだか楽しくなっちゃった。結構可愛らしくできたでしょ。知らなかったわ、私にこんな才能があったなんて。今度演説する機会があったらこんな感じでやってみようかしらね。母上、俺はあなたの息子としての忍耐力にはかなり自信があります。ですがこれはさすがにキャパオーバーですよ。あら、どうして？こんなオタクだったら大喜びしそうな家に俺がウキウキ帰るとでも思ってるんですか？また俺がそんな男であってもいいんですか？あなたの息子として、またジュール家の跡取りとして。まあそれはちょっと嫌だけど、壁に話しかけたり抱きついたりしたら。じゃあこんな装置は今すぐ。でも楽しいのよ。え？どんなお嬢さんが好みかしらとか、どんなお洋服を着せてみようかしらとか。母上、それにせっかくあちこち工事して作ったんだもの。母上、あなたが戻ってくるまでにって。母上、それにダックスクラインファンクラブ会員番号1番なんてバカな噂が飛んでいる今の状況は、一刻も早く何とかしなければなりませんからね。はぁ、本当にもう。私先日パーティーである方に言われて、着ていたドレスの色よりも赤くなったわ。一体どういうことなの、イザーク。まさか本当のことではないでしょうね。いや、まさかそんな、そんなに有名な噂なんですか？なぜ？あなたにはね、同性愛者だという噂もあったのよ。まあそれは結構長く軍にいたりするとよく出る噂だから仕方ないとも思うけど、とにかくこういったキテレツな噂が社交界を飛び回るのはあなたに未だちゃんとしたお相手がいないからよ。そうでしょう。だから一刻も早くいいなと思うお嬢さんを見つけて自分を証明しなさい。ダックスクラインのファンクラブ会員でもホモでもないって。それが参謀本部にいる間のあなたの最優先任務よ。この母も総力を挙げてあなたをサポートしますからね。ダメだ、撤退する。あら、ちょっとイザーク、どこ行くの。お疲れ様でした。お疲れ様でした。くそ、どこでもいい、何でもいい。補給部隊、地球勤務、一番早く発進する部隊は、アークエンジェル、あれでもいい、頼む、俺を乗せてくれ。いいです。